君、本当は何者なの？猫ですよ。なんか個性的な見た目の人が多いな、ここ。ね、全体的に。ちょっと、このテープは私たちのものだよ。泥棒はいけないって習わなかった？一つあげるよ。でも、ジンマと、ミコと私のために何かしてよ。見張り部屋は私たちを観察するために、最大のセキュリティカメラを設置したよ。嫌で仕方がないよ。全部外してくれないかい？え？とりあえず、なんかあそこに登れるんか。とりあえず、え？登れんかった。あそこに、登りたいんですけど、あれ？登れんくね？上から行くパターンか？なんかあそこ登れそうよね。上から行くんかな。え、あれと？あれとどれだ？あ、これと？多分この空間にあるんよね。違うんかな。え、あと一個はどこですかね。何やってんの？見張り兵がカメラを居住エリアに設置してから毎日がつまらなくなった。これ、これ。二つは分かったんやけどな。もう一個。とりあえず上に行くか。なんかみんなが騒ぎまくるけん、監視カメラ置かれたんじゃないんすか。こっちの階とかかな。うお、びっくりした。うわぁ、また個性的な。キャラクターシート忘れたってどういうこと？一週間ずっとこのセッションの準備に費やしたんだ。ごめん、どこに置いたか忘れちゃった。でもとりあえず遊ぼう。あの洞窟へレッツゴー。何の話だ、冒険か？多分この辺からどこかしら、あのカメラの近くに行けるんじゃないんかな。あれ、そこ行けんの？こっちは？ゲンやん。全然行けんやん。あ、これね、一個カメラ。はい。え？え？あ、落ちた落ちた、イエーイ。とりあえず一個壊した。で、二個目あそこ、あっちから行けばいいんやね。もう一個のカメラはどこだよ？あ、これや。カメラ。よいしょ。イエーイ。アピール終わった。んで、最後、これ、ここからかな。あ、いけそう、いけそう。は。よっ。オッケー、3台全部壊したよ。さあ、これで。お、なんか集合して踊りよる、踊りよる。HMTSS ってなんだ？よくやった。できると思わなかったよ。はい、これはご褒美。あげるよ。お、カセットテープもらった。なんて書いとん？ラウドミュージック。綴り違うけどな。おちびさん、良い一日を。ありがとう。私たちの歌を聴いてよ。気に入るはずさ。いや、それよりね、クレメンタインを探したいんだ、私。上の階かな。話し声が。揉めてんな。どっか入れる部屋とかあったりせん？それかちょっと誰か情報知ってそうな人。あ、なんかここ。できるぞ。誰か開けてくれる？なんだこの変な音は。自分のボディには先月しっかりとオイル補充やったんだけど。お。あれ？もうい、
できねえな。どっか入れるとこある？ないな。ないな。は、入れねえぞ。こういう感じで部屋の戸をやっていけってことか？いや、できんとこの方が圧倒的に多い気がするな。ん？あの一箇所しかできんのか？できねえぞ。できないっすね。待って。とりあえず。うん？見たこっち。なんもないな。上の階行く？また。さっきの人は全然関係ない人ってことなんかな？なんかだいぶ明るくなった。おお、びっくりした。ビビるー。でも他に引っ掛けるとこないんよね。君、本当は何者なの？猫ですよ。クオードアングルの音って素敵だと思わない？コンセプトが好き。裏に住所が書いてあるのね。ここね。どこ？あなたに私バージョンを作ってあげる。みんな欲しがると思うわ。何の話？え、何その歌？何その歌って言われた。住所はここであったのか。もう入れないんすよね。あ、ここ入れるやん。ここか。めっちゃ暗いんですけど。あ、でもあっち普通に明るいな。あ、なんかめっちゃ普通の家って感じ？電気消えとるだけで。ゴミためか？なんかね、この角度めっちゃいいんやけどな。うわ！これか？クレメンタイン。おお、おったおった。勘違いしちゃった。あなたが見張り。いえ、なんでもないわ。あなたは誰？何がしたいの？待って。ということは、ズバルテイザーはついに誰かを送るって決めたの？あなたは今からここの新入社員よ。ちょっと小さいけれどね。下水道を使ってきたの？すごい有能社員だわ。アントビレッジを出てからずっと、アウトサイドへ行ける道を探していたの。でも見張り兵がいつも監視してて。でも今は有能なあなたがここにいる。こっちに来て。ほう。ついていきます。待って、なんか、気になる。引っ張り出せるやろ、これ。え、そこにはどうやって行けばいいの？それは、お。上に来れたけど、え、なんもないの？この辺なんか、ないな。え、なんもないやん。どういうこと？え、ただの映えスポットってこと？え、最近のゲームそういうのもなんかありそうやもんな。ね、特になんか攻略には関係ないけど、ここで写真撮ったら映えるよ、みたいな。無駄にありそうやもんな、そういうの。ん、いたいた。この古い地下鉄を使って何かできないか考えているの。発車用のキーも持ってるのよ。動かせるの、あの、電車。あとはアトミックバッテリーで充電するだけ。ネココーポレーションの内部にある工場にそのバッテリーがあるわ。忍び込むのをサポートしてくれる仲間もいるの。名前までは知らないんだけど、フライトジャケットを着て、ゴールドチェーンをしているロボットにこのメッセージを届けて。コンタクトメッセージ。なんて書いとんやろうな。下の文字は、オイルか？あなたみたいに小さくて機敏だったら、工場の中に簡単に入れるわ。最後に、
困ったら周囲のロボットに話しかけて。この街は情報で溢れているから。見張り兵には近づかないで。了解です。てかさ、そんな協力してくれる仲間やのに名前知らんってどういうことよ。どの辺におるとかそういう情報もないわけですか？困るんだけど。とりあえずこいつに話しかけてみるか。どうも。コンタクトメッセージ。ああ、爆撃機のリーンみたいなジャケットを着てゴールドチェーンをしているロボットのこと？そういうやつ、今朝見かけたよ。クラブの近くにいたと思う。あ、あの入り口を守っとったやつか？そういう見た目やったんかどうかはちょっと覚えてないけど。あの、クラブは今閉まってるよ、みたいなこと言ったやつかな。とりあえずそこに行ってみるか。こいつじゃない？クラブはクローズだよ。失せろ。賄賂？賄賂なんかいらねえ。仕事に誇りを持ってるからな。そりゃ一体なんだよ。こいつではないのか。でもまあ、この近くってこと？クラブの近く。こいつは違うよね。ああ、ごめんごめん。ごめんごめん。これさっきの場所か。結局ここなんや。あんな遠回りする必要なかったんやな。ミッドタウンで一番トレンドのショップだけど、オーナーが気難しい人なんだ。どこにいるの？そういうやつ今朝見かけたよ。クラブの近くにいたと思う。ここでしょ、クラブ。ドイツだよ。ゴールドのチェーンって言った？こいつは？こいつはこれ以上話しかけれないんだな。どこですか？こいつも違うよね。俺たちは全員アンダーグラウンドバンカーシティの中にいるという説がある。既製品は俺たちにとって壁の影のようなものだ。しかしこの影は誰か別の人に作られたものだ。真実を知るためには危険を冒してでもこのアンダーグラウンドシティを抜け出さないと。もちろんこれはただのメタファーだが。この世界の謎を解くってことなんか？わからねえのか？ドイツだよ。全然わからねえじゃねえか。クラブここやろ？どこなんだ？こっちか？クラブは一箇所だけじゃないとかいうことじゃないよね。こいつか？スタップラッチが戻ってきてここの帽子を補充してくれるのをずっと待ってるんだ。上司の機嫌が悪くてさ。もしあいつがバーで酔いつぶれてるなら別のやつを呼ぶよ。ここは抜けれんかったよね。そっか、なんか潰れてる。こいつか？あの、品物の補充がどうたらって言ったの。ねえ、めっちゃいびきかいてるんだけど。めっちゃいびきかいてんだけど。ねえねえねえ。確実に酔いつぶれてますね。完璧に酔いつぶれてますね、あの人は。ダメじゃねえか。ただ別に会話したりとか何もできんかったけん、特に報告とかはできん感じなんかな？さあ、ということで、じゃあちょっと今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント
ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ブレイザーやっけ。一応名前が分かったけん、まあひたすら話しかけて生きよっても見つかるっちゃ見つかるんか場所とかが分からんくてもね、本人の名前が分かったけん。